総寺寺は、東京都西東京市田無町三丁目にある、新温州地山派の寺院。三号は、田無山。別名、田無不動村。総寺寺の創建年代は不詳だが、現那年間、法院県大宗図春栄和尚が、宿に、法改三世光寺として創建、慶安年間、現在地へ移転したと伝えられている。江戸時代、上伝権現者の別当寺を務めていた。 明治8年、最高寺と近隣の密造院、観音寺の三寺が合併して創建し、田梨山総寺寺と改称した。関東36不動村霊場の第10番札所に数えられ、多摩88箇所霊場の第33番札所である。東京百景にも選ばれている。最高寺本堂は、天保11年、築後140から150年を経たため、 本堂建て替え計画が持ち上がり、最高寺の住職、江良や田梨村名主、下田半衛が中心となり、準備が進められた。開園3年、本堂は完成し、不審常熟用が行われた。その落成を記念して、境内に、欅ほか数種の樹木を植栽し、その中の一樹が、境内にある大欅であると言い伝えられている。ありがとうございます。